はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく1時になろうとしていますね。見てみましょう。日経平均、おお、480円ちょっとだけ鈍りましたかね、上昇の勢いが。ドル円は 109.355、 アメリカ10年国債 1.58、 軟調ですね。原油先物 65.68、 まあ動かず。はい、行きましょう。産経新聞でございましてですね、まあ、小さい記事です。5月6日9時6分出た記事で、バイデン氏五輪結論まだというタイトルですけども、あのニュースというものはね、どう言いましょうね、これはすごいニュースやと誰もが思うようなニュースもあればですね、野田もトップニュースになって、ものすごいニュース、ニュース的な価値があるもんですけども、ベタ記事と言いますけども、まあ要は、まあ報道する、一応報道しとこうかというような記事でございました。ベタ記事の中にですね、実にその重要な話が あることが多いように私は思います。で、ちょっとした事実なんですよ。ちょっとしたニュースの中にですね、あ、おっていうのはあるわけですよね。これもそれやと思いますね。バイデン氏五輪結論まだというニュースでございます。短いんでね、読んでしまいましょう。これ、一応貼りましょうか。支障はなさそうなんで貼りますけど、ものすごい短い記事です。ベタ記事です。サキ米大統領報道官は、5日の記者会見でバイデン大統領が東京五輪に出席するかどうかの判断に関して、関し、検討は続いていると述べた。括弧、開幕まで12週間という期間が残っており、招待に応じて向かうかどうかについて新たな情報はないと説明し、結論はまだだとした。4月の日米首脳会談後に発表された共同声明には、バイデン氏が安全安心な東京五輪パラリンピックを開催するための菅義偉首相の努力を支持するとの項目が盛り込まれた。共同、まあ、共同通信からの転載ですね。産経新聞ではありますが、どういうことかと。まあ、開会式に来てくださいよというふうに菅さんがバイデンさんに言うたんですけども、それに対して判断をまだしませんということですね。その7月23日というのが迫っておりましてですね、あとどうでしょうね、12週間ということなんですけども、日に日にですね、ほんまにやるんかという話になってますね、日に日に。で、日本のコロナの感染状況はですね、まあちょっと止まったかもっていう感じですね。緊急事態宣言は11日までということになっていましたが、これが延長されることは濃厚でございまして、今日6日ですけども、多分ですね、明日明後日ぐらいにですね、延長ということが決まると思いますね。そうすると17日にバッハさんが日本にやってきた時、東京にやってきた時にはまだ日本は緊急事態宣言いうことになってる可能性が高いということですね。で、まだ東京五輪に対してですね、この不参加と、参加不参加をはっきり表明したのは北朝鮮ぐらいですね、私が知る限り。参加せえへんでって言ったわけですね。で、アメリカが正式に参加するというふうなことも聞いてませんし、他の国もですね、参加不参加は明らかにはしていません。まあ、まだっていうか、もうそろそろですけどね、そろそろ決める頃ではないかなと。で、無観客開催と無観客開催という話が今出てまして、まあ、今年やかにもうそれ、そうなるんちゃうかということになりつつありますね。無観客で、
もうすでにね、アメリカではですね、そのほんまにやんのってもやってもしゃあないやんっていう空気になりつつありますね。サンフランシスコのメディアとニューヨークタイムズがですね、もう開催するべきではないんちゃうのというようなことを論評をしました。で、日本国内ではですね、その大きな新聞社はことごとくですね、スポンサーに入ってますんで、五輪中止という報道は表だったら出てきにくいわけですね。で、日本のテレビ局もほとんどは新聞社系列ですんで、中止関連の報道はですね、報道というか意見表明っていうのは、まあゼロではないでしょう、かなり抑えられています。で、私みたいに関係ない人間がキャン言うてるわけですけども、もうね、どう考えてみても開催はしない方がいいに決まってるんですよ。開催できますよ。今の方針通り開催することは可能ではありますけども、やったところで意味はないんちゃうかなと。アメリカが来ないともし言ってしまえばですね、もうそれはほぼ意味がなくなるわけですね。で、中国は絶対来ますよ。で、ロシアは国として参加できないわけでして、で、あとは主要国ですね、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパというような国がですね、参加するのかしないのかということに関しては、もうかなり微妙ですね。というか、誰かがですね、どこかの有力国が参加しないとか、まあ、例えばアメリカが参加しないとか言うたら、もう、なだれようって参加しないって言うんちゃうかという気がします。これについてはね、かねがね言うてます通り、菅さんがね、3月ぐらいの時に、もうやりませんって言うのが一番のベストな決断であったと思います。もうすいません、やりませんと。まあ、これから撤退戦をやりますというふうに言うてしまった方が、2月頃ですね、2月あたりがベストだったと思いますね、やりませんと。ではもう、それを今から思ったら英断ですよ。どう考えても、おい、安川さん、あの時決めててよかったからな、こんなひどい状態で開催なんかできひんやんということになりますよね、今から思えば。もし2月に決断されていれば。今どうすんの世界ですね。もう来月、再来月に迫ってるわけですよ。ほんまにやんのって。で、このままずるずるいけばですね、最短で17日までに、中止が決まるわけですね。で、17日までに決まらなければ、ずるずる解散ということになります。で、そうなった時に、もうね、撤退しますっていうのはね、言いにくい状態なんですね。もうインパラ作戦もう行ってますよ。もう小島のそばまで行ってますよ、ほんまに。今ね、行ってますよ。いや、言えなくなるわけですよ。で、ずるずる解散をしてですね、ずるずる強行解散をして、どえらい目に遭った後ではですね、もう菅さんはもう満身創痍になって、もう8月中にでも退陣ということになるんちゃう、かと思うんですけど、まあね、もうね、どっちにしろ、中止にするにしても開催強行にするにももうかなり傷は深いですよ。で、アメリカはね、待ってると思うんですよ、日本がもうやめるっていうのを。で、多分アメリカの参加ってないと思うんですよ、このまま行っても。できるんですよ、開催できる、物理的にはできるんですけども、こう客観的に見てね、アメリカから見るとね、日本は接種が進んでない国なんですよ。7月23日時点で1割いってないはずなんですね。そんな国に選手団を送り出して、何かがあれば誰かが責任を取らざるを得ないわけであって、どうなるわけでしょう。アメリカは待ってるんですけども、日本が中心しなければしょうがないから、6月頃にいや選手団を送り出しませんというふうに言う可能性がありますね。そしたらもうスカスカ開催になるわけですよ、日本と中国だけみたいな主要国はね。まあ韓国は来るかも分かりませんけども、まあ別に来んでいいんですけど、もうオーストラリア、カナダとかって来ない可能性ありますし、ヨーロッパもほぼ来ないでしょうね。やる意味ないやんという、とってもかっこ悪い、一番無様な五輪を開催するという可能性があるのと、で、今中止にしてもかなり傷は深いわけでして、もう完全に失敗してるんですよ。もうあらかじめ失敗が分かってるんですよ、この五輪は。
開催するにしても中止するにしても、もう追い込まれて追い込まれて追い込まれて、もうあかんやろというところまで来てるわけであって、それをそのどういうのかな、このアメリカのサキ報道官というのはですね、という方が、まだバイデンは参加するかどうか分かりませんよと、参加するんやったらもう言うてるはずなんですよ分かりませんと言ってる時点でもう参加せえへんということなんですね、まあそのあたりのニュース的な価値をですね、皆さんお気づきになってるかどうかというところですけども、私は気づきました。バイデン氏来ません多分来ません。7割8割で来ませんね。それがこの3件の記事でございます。一応貼っときます。はい、皆さんどうもありがとうございました。